みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ、もう春ということで、とっても今日天気が良くてすごく心地よいので、スタジオを飛び出してなんと外に来ました。やったということで、フジテレビの関ジャニエイトクロニクルという番組でシャボン玉の作り方をご紹介したんですが、今日はその詳しい作り方や、あとは皆さんがお家でもできるようなやり方をご紹介したいと思います。それではレッツサイエンス。ではまずはシャボン液を作っていきたいと思います。何を使うかというと、精製水まず 1.5 リットルこのように用意します。そしてキュキュットのオレンジ 200ミリリットル 使います。これはちょっと今日たくさん買ってきました。あと PBA 入り洗濯のりで、これポリビニルアルコールっていうのが入っていて、この PBA っていう表記があるものを買ってきてください。そして最後、これ薬局とかに売ってるグリセリンというものです。いつもはね、ヒビとか赤切れに効くようなものなんですけれども、まあ、シャボン液もこれで潤うんじゃないかということで入れてます。めっちゃ狙われるな今日。混ぜてきますかね。じゃあまずは精製水入れます。これも薬局で売ってます。おお。渦ができて空気の通り道ができるから、早く。なんか太陽の光があるから美しい。いいね。ちょっとこの洗剤は泡立ちやすいので、これは最後に入れます。じゃあ泡立たない PBA 洗濯のりから入れてきます。200ミリリットル入れます。よし。さあ次にグリセリンを100ミリリットル加えます。でこれはあってもなくても、まあ、一応シャボン玉はできるんですけど、より割れにくくするということで、潤いを与えるために入れていきたいと思います。水飴みたいよね。すごい、なんかいかにも潤いそうな、潤いそう。まあいつもはヒビとか赤切れにね使われるものだからね。よし、じゃあ入れます。おいしょ。最後にこの洗剤を入れていきます。でこれは泡立てないようにゆっくりと入れていきます。よし、泡立てないぞ。泡立ってる。ここに来るまでにちょっとはしゃぎすぎちゃって、ちょっと泡立っちゃったんだけど、あ、いいよね、ちょっとぐらいね。めっちゃ泡立ってるじゃん。はしゃぎすぎだよ私、これぷくぷく出てきちゃったよ。ゆっくりとちょっとこれ混ぜておいて、洗剤入れた後にいっぱい混ぜると泡立っちゃうので、先になじませて。よし、こんな感じでゆっくり混ぜてなじませていきます。じゃあこれで1時間ぐらいなじませるために置いておきたいと思います。で、その間にシャボン玉を作る道具を作っていきたいと思います。さあここからはフジテレビの関ジャニエイトクロニクルでもご紹介したシャボン玉を一度に大量に作る、そんな装置を作っていきます。
さあ、じゃあ用意するものはまずこれ、はい、こんなチェーンです。シャボン玉でね、あんま見たことないと思うんですけれども、ホームセンターに売ってます。続いてそれを切るニッパーです。あとはこの釣り竿です。これはドンキホーテというねところで600円ぐらいで売ってました。まあ、なければちょっとこういう棒にこういうリングつければ作ることできますので、まあ棒なら何でもいいです。でもここにつけちゃったんですけど、金属のリングを別途つけてます。それもホームセンターでこのチェーンと同じ売り場に売ってました。でこれで今からその一気にシャボン玉を作る道具を作っていきます。そしたらまずはこのチェーンを切ってシャボン玉がたくさんできるような形にしていきたいと思います。ニッパーを使うので手とか切らないように、あとちょっと力かけないといけないので、この辺は保護者の方と一緒にやっていただくのがいいかなと思います。さあやっていくぞ。完成形はこういう感じで端と端をこうつないでいくような形になるので、この自分の手の幅より大きすぎるとなんかダルーンってなっちゃうので、手の幅に合わせて作っていくといいと思います。よし、まあ、私これぐらいかなと思います。よし、こんな感じで結構簡単に切れます。結構簡単に切れます。そしたら次は大きなこんな穴を作っていきます。まず1個作ってみましょうかね。この穴の大きさは自分の作りたいシャボン玉の大きさに合わせて作ってください。まあちょっと今回はこれぐらいで作ってみたいなと思います。このように切って取り外して、で今度はこの両端切ってあると思うのでこれを入れます。ちょっとここは硬いので手気をつけてください。こんな感じで入れられます。じゃーん、こんな感じで作れます。ちょうど顔ぐらいの大きさだね、私はね。これをひたすら端っこまで作っていきます。そしたらこのようにチェーンを作ることができました。そしたらこの端とこの端をそれぞれこの釣り竿の一番先にこの金属のリングをつけたので、ここにつけていきたいと思います。はい、切れ込み入れてこの金属の輪っかを通します。で戻します。はい、こんな感じで同じようにもう片方もやります。戻します。これで完成です。じゃーん、できた。はい、じゃあこのように作ることができました。今から実際にシャボン玉を飛ばしてみたいと思います。いいですね、風が吹いてる今だよし、こんな感じでつけます。でゆっくりと上げます。お、すでに出てきた。そしてこのようにゆっくり広げます。わー、大量すごくない？ほら見てめっちゃ綺麗。ちょっと今は風が吹いてるので、もう風任せでも全然いけちゃいますね。
大きいの作りたいな。クリアって、大きいの来た、大きいの来た、大きいの来た大きいのできたカメラマンさんがもうシャボン玉まみれになってるんだけど大丈夫かな。お、大きい大きい大きい。ちょっとね、今、おーおー、きれい。おー、うわすごい。こうやって早く振るとちっちゃいのができて、最初ゆっくり振るとこの大きいところから大きなシャボン玉ができるので、風の強さとかあと速さを変えてやってみるといろんな大きさのシャボン玉ができます。わあ、ということで、シャボン玉いかがでしたか。ぜひね、皆さんも作ってみてもらえればなと思います。こういう風に早く振ると、あと風がすごい強いと、このチェーンの小さな穴からシャボン玉ができて、小さなシャボン玉がたくさんできます。で、さっき作ったこの大きいところから大きいシャボン玉を作るには、まあ、風をちょっと弱くしたりとか、あとこういう風に振る速さをちょっとゆっくりにすると大きいのができますので、その速さの違いとかでもぜひいろいろと試してみてください。うわあ、風がすごいね外今日の動画が面白かったよ、またこれちょっと作ってみたいなって思った人はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お家で試せるような実験をどんどんアップしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。